はい、どうも皆さん、こんにちは。セブンデイズトゥータイ前回の続きからやっていきたいと思います。で、マップを確認してみると、はい、もうここですね。先輩の家があります。いやー、もうまっすぐですね。もうほぼ直線でずっと、来ました。結構長かったですね。で、雪山をね、途中でキャンプファイヤー作りながら耐えて、で、ここのなんかこう歩いてたら爆発する地帯を乗り越えて、あとはね、緑色の地帯をこう来たということで、では早速先輩の家にね、行きたいと思います。よいしょ。まあ、残念ながらね、廃墟街とかではありませんでした。うん、また廃墟街を探しに行きたいかなと思います。さあさあさあ、で、前回ね、雪山、前々回か、雪山で見つけた先輩の家とほら違うんだよね、明らかに。ちょっと前の先輩の家よりなんか家よりはちょっと簡素な作りだよね。ほら、トリテルジョールズ、お、クエストクリアと、ジャーニートゥーセトルメン、はい、来ました。トリテルジョールズ、名前かな、この先輩の。ちょ、これ閉めて、先輩の家によってはね、作業台があるところとかあるっぽいんで、ここないかな。うん、ちょっと探索しつつ、何これ、何これ、めっちゃ綺麗な、いや、違和感凄まじいんだけど、ここ。とりあえず先輩にはちょっと挨拶しないと。ここ、なんかすっかすかじゃね、これ。あ、いた、先輩。先輩、こんにちは。トークトゥジョエル、トレーダージョエル。あ、おー。名前がトレーダーそれぞれについてるんですね、これ。あ、ってか、クロスボウこれ売ってるじゃん。まあでも、クロスボウ弓矢あれば正直十分な感じはするから、何か欲しいもの、今欲しいものないんだよね、実際。あ、弾とか売ってる。いいね。あ、そしてメカニカルパーツも売ってますね。うん、96円と。ニトレイトパウダー。フォージドスチールも売ってる。で、武器とかは？ここの辺を、こうすれば。銃とかは売ってない感じ？お？これなんだ。ティスティング&ブレイディング。料理の本かな？これ。レシピ、ホップシード。あ、ホップシードのレシピを、もらえると。いうとこだね。特に、あー、この辺、ロケットランチャー、お、スナイパーライフル、たけー、ナイトビジョンゴーグル、え、スワットヘルメット、ちょっと待って、あ、マイニングヘルメット売ってる。欲しいけどね、高すぎるね、ちょっと。いくらなんでも。これ売れないから、ちょっとなんか売れそうなものない、これ。売れそうなものないですね。じゃ、先輩の家をじゃあ探索しましょうか。で、なんか、あ、これ調べられんだ。おお、先輩のショットガンの本勝手に取っちゃったよ。これ大丈夫？まあ大丈夫だろう。先輩は寛大な心を持った方ですから。こちら、ゾンビの声がするな。ゾンビも一応入ってくるっぽいんだよね、この先輩の家に。なんで、なんかぐちゃぐちゃ言ってる。ぐっちゃぐちゃ言ってる、これ。おー、キャットウォークを使った拠点ですね。いいね、こういう木にこう、まくりつけてる感じ。ただこれ、支えはどういう、あ、支えはこういう感じですね。これ、まあ、いずれ、自分の拠点にもね、あ、ワークベンチある、セメントミキサー、セメントミキサー、ワークベンチ来た来た、これ来た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 、これ。ワークベンチ。これ作れんじゃね、ちょっと。スチール。まあ、でもスチール系のやつのまだスキルがないから、あれだな。スキルないから作れない。なにこれ。オーガーブレードとチェーンソーブレード作れるようになってる。あー、前のバージョンまではかなりね、オーガーとかチェーンソー作れなかったんですけど、作れるようになったんだね、ブレード。まあ、ブレードだけ作れるようになっても、あれか。ちゃんと他の素材が必要だからね。何か作りたいものは今とりあえずないですね。てか、スキルをちょっと見てみると、36ポイントあるんですけど、ここだよね。コンストラクションツール。
で、スチールスミスイングが30。ワークベンチは一応ね、アンロックしました。で、そうですね、これ、ケミストリーステーションとかっていうのも作れるんだよね。ただこのケミストリーステーションを作るには、コンストラクションツールズを50までとサイエンスを15まで進めなければいけないと。で、スチールは、コンストラクションツールが40までなんで、これだよね。あと8。ポイントに余裕がないから、これ割り振れられないね。他に、なんだっけな、そう、セメント、コンクリート系のやつをちょっとアンロックしたいよね。で、このマイナー69レアって、これはかなり掘るのがね、早くなるっぽいんですよ。なんで、これも、いずれ欲しいね。20% 早くなるってことこれ。1.2 倍ですね。ってことは、これ全部、やれば50ポイント分やれば 50% で、え違う、 20% だから 100% 2倍になるってこと。これ欲しいですね、いずれ。あとあれ、セメントどこにある、セメント。セメントとりあえずないですね。まあ後で探しとこう。これはゾンビ、いや先輩の家にゾンビ来てるね、これ。ていっ、あ、ちゃんとここやっぱり弓矢通るんだ。ついっ、よし。お、食い物。ゲッツということで、これは何だっけ、これは何なんだ、プロダクトネーム。お、とりあえずですね、セメントミキサーもここにあるんで、どうしようかなと。これは何だ、コーヒービーンズだ。植えてある。ちょっと先輩の家を脱出したいな、これ。先輩の家脱出して、やっぱ廃墟街を見つけたいよね。やっぱり街。とりあえず街をさ、見つけに行こうか、これ。てっ！そこの街に自分の拠点を作りたいよね。ちょっとこれ。おい、ちょっと、閉まるなって、おう。で、なんか時間になると勝手に先輩の家から追い出されるっぽいんで、まあ、ここにいることはできないんでね、どっちにしろ、どこかに行かなければいけないということで、こっちに小道があるよね。山の上に続いてる小道があります。これかな？これだね。ここをちょっと沿って、街を探そうかな、とりあえずは。まあ、先輩の家を見つけたということで、セメントミキサーとかはまだ作れないんでね、ここに、いろいろ作業しに行きたいとは思うんですけど、あんまり遠くに家作っちゃうとここまで来るの大変なんで、あんまそんな遠くないところに作りたいね。よいしょ。ではでは、街を探して、歩きたいと思います。放浪したいと思います。おっと？さあ、丘の上からですね、見えますね、あれは。建物は見えませんけど、街の、めっちゃ離れちゃったな、でも。まあ、先輩の家の近くに作りたいとは言ってましたけどもね、離れちゃったね。まあ、街がないとバイクとかもね、作れないと思うんで、素材がないとね。仕方ないよね、これは。そんなわけで、あの街に行こうじゃないかということで、場所的にはまあこの辺なんで、まあそこまでね、めっちゃ遠いわけで、あ、ちょっと待って、これ地図に先輩の家のマーク消えちゃったな。
セーブウェイポイント。これ。先輩、1と。OK。1.3 キロですね。離れちゃったね、だいぶ。うん。では、あそこの町まで、ビール飲むとね、かなりもうずっと走れるんで、ビール飲んでます。あ、すげえ、これ手元見ると地味に泡立ってる、ほら。お、これ前泡立ってたっけ？とりあえずビールを飲むともうずっと走れるんでね、移動手段にはいいですね。これを飲んで、では、あの町まで行きたいと思います。さあそんなわけで、廃墟街ではねないんですが、街をね見つけました。これ新しい建物だよね多分。ザ・ブラザー・シアトル、どういうことこれ。どういう、何屋さんなのこれは。あ、並ぶところある。え、これ映画館かな。ここになんか映画のポスターが貼ってある的なイメージかな。ちょっと入ってみようか。よいしょ。お、珍しい鉄のドアが。なんかこれずれてるね。無理やり2枚置いたみたいな。おいしょ。おお。おー、ゾンビがちょっといる。これなんだ？あ、え、ライブ会場これ。ライブ会場だよね、これ。おー、これマイク的な？これ何の棒なの？あ、壊せない。当たり判定はあるけど壊せない。せいっせいっ、よーし。うわぁ、ちょっと壊してきてるな、奴ら。奴ら突っかかってるな、そこに。ここをとりあえずは拠点にでもしようかな、んじゃ。広いし。広すぎか、ここは。ちょっと普通の民家かな、やっぱり。とりあえず、ここはアルファ15で追加されたところということで、探索をしようじゃないか。よし。排除完了。さあさあさあ。ではちょっとガンマを上げて、よいしょ。200% にして、地味に6時48分なんで、おっと、なんだ、まぶしい。あ、え、てかこれライト取れるんじゃね？ここにあるやつ。あれ？あ、取れない。取れないの？この辺は何だろう？キッチン？なぜライブ会場に？ライブ会場とか行ったことねえんで、よくわかんないけどね。でもステージがあるってことだけはわかりますね。2階登ってみよう。おー、ライブ会場兼食事するところ？あっちにバーカウンターかな？じゃあそこにあるのは。おー。となると裏手に何かレアアイテムが。あれ？外だね、これ。うん。さあ、どこを拠点にしようかね。で、前回言ったんですけど、こう、自分の拠点をね、一個にしたいんですよね。最終的な拠点をね。なので、それをどこに建てるかだよね。はい、じゃあ。お、ガンセーフある。よいしょ。こっちは、あ、絵か。絵はいらんな。これ紙にしちゃって。絵はいらん。腐った。これもいらん。ゾンビボイスがするな。自販機いっぱいありますね、これは。うん。来てるなぁ、奴ら。ほ。とりあえず、ここ拠点はまずいね。出よう。他に何か新しく、おっと？これは？この四角い家。多分前なかったよね。あっちにでっけえ館みたいなのある。これは？あ、びっくりした。こっちを調べよう。この家なんだこれ。前からあったんかな。よいしょ。ドン。ドン。あれ。せい。お？だいぶ支えが使われてる。いい拠点だねこれ。
ここにしようかな。広さもちょうどいいぐらいだし。とりあえず、あ、おっと、なんだあれは。また新しい建物だぞ、あれ、多分。お？なんか書いてある。読めない。Am I gone prayer? 教会かな？あ、これ教会かもしれないですね。廃墟街。全然階ぐらい。あ、ポリスあんじゃん、ポリス。ちょっと待って。え、ちょっと、これ、前のバージョンなかったよね、ポリス。あれ、もしかしたらあったんかな？あ、でも土のうがあるってことは、土のうが積み上げられてるってことは、多分、前はなかった。え、ゾンビ多いな。ゾンビ多い。まずいよ、夜だよ、もうそろそろ。ちょっと、お前強いから、マジ。でい、オッケー。あー、やっと処理しきった。あっついんだ、ここ。まずいな。何かこう、防ぐものを作らなければ。帽子と、あ、ホワイトシャツ。ホワイトシャツさっき持ってたよね、あの人。これはプラス2度だよね。おかしいな。ホワイトシャツ。いやー、どうしよう。あっついな。ここあっつい地域だ。とりあえず、ポリス、探る。よいしょ、探るか。ほい。ほい。ショットガンシェル。これはありがたいぞ。お。よしよしよし。入った。警察署ですね、ここ。キャビネットは？紙だけもらおう。暑いなぁ、どうしよう。お。よいしょ。お、ここはなんだ？講習する場所かな？ショットガン。ただもうこれは4ドルので。お、ピストルブーク来た。よし、これでピストル作れるようになりますね。よいしょ。あー、これね、バレットキャスティング重要なアイテムだね。あれ？体温下がってるな。なんでだ？体温下がり始めたよ。室内だから下がってんのかな、多分。よしよしよし。お、開いてる。ここはなんだ？所長室かな？よいしょ。この辺ざっくり調べちゃって。やっぱりガン政府とか気になるよね。どこにあるのか。武器庫あるでしょ、多分。海外の警察署だったら。日本の警察署はあるかわかんないけどね。地下室とかありそうだよね。よし。で、上に行こうか。上を探索して、今回は終わりと、しようかな。あ、本棚。本棚何もなし。お、来た。ムンションボックス。これ30秒くらいが開けるのに、あ、10秒だ。さあ来た。あー、これはショットガンスラグ。スラグ弾だね。一応持っておこう。で、こちらは、お、てい、てい、てい。特に何もないか。おいしょ。お、広い。あ、的これまさか射撃場じゃない？ここ。練習場だよね、多分これ。お、来た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 。銃、銃。銃あるよね。あれ。これは気をつけとこう。メガネ。メガネじゃサングラスね。で、ビールの鳥居の、ガンセーフ来たね。今取っちゃっていっか。うん。おいしょーっと。お、ピストルグリップ、ピストルパーツ。とりあえずはいっか、お金だけを、スクラップして持っておきたいと思います。武器庫はない感じかな。ここのガン政府が、よいしょ、武器庫の代わりって感じですかね。おいしょーっと。さあ、そんなわけで警察署はこういう感じかな。うん。
ここまだあるね。オッケー。うん、こういう感じですね。よしよし。あとは特に何か追加された建物はあったかな。教会と警察署かな、追加されたのは。いや、前からあったんかな、これ。どうだろう、わかんないですね。あとはこれはショットガン銃、あ、本屋と、これはなんだ、ショットガンなんちゃらってとこでしょ。うん、よしよし。ガンショップと本屋と食い物屋だね、これは。食い物屋ありますね。そんなわけで、この街を、ある程度の拠点にしようかなと思います。あ、やっぱ半分あっち雪なんだ。こっち暑くて半分寒いんだ。何あれ、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 ちょっと待って。おい。あれ、寒っ。こっち雪降ってんのにサボテン生えてんだけど。これ何？え？これ何？家？よいしょ。家っぽいよね、これ。誰かの。あー、ライフルストックとかあるね。あれ、入り口なくね、これ。これ何？え？これ中なんかある？絶対なんかあるっしょ、これ中に。え？何これ？え？あ、え？何これ？水？あ、寒い。寒くない。は？水？水溢れてきた？今。え、ここ壊すと水、これ。あは。水、溢れては来てないね。うん。溢れては来ない。あ、木あるじゃん。ちょっとここ切って、まずいな。これ夜だな、もう。10時ぐらいから敵走り始めるんで、それまで家帰んねえと、あと20分。20分って言うと、何分ぐらいなんだろう、現実の時間で言うと。ちょっとこれ、とりあえずこの木だけ、やばい、ゾンビ集まってきてる、これ。まずい。死ぬよ、これ。まずいまずい、こいつらをちょっと振り切って、振り切って、こっちのサボテン地帯。うわ、この街あんま良くねえな、なんか。気候的に。うん。やっぱ緑色のさ、一番シンプルな、あのバイオームが一番いいよね。さっき拠点にするって言ったあの四角い小屋はどこだ？よし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 。でかい家がある。あれは全然、よし。よしよし、オッケーオッケー。ほ、扉作りの。あ、卵食う。オッケー。あ、スタミナマイナスになるの、卵って。なんで？スタミナ食材でしょ、卵は。ほ、オッケー。何今の。え？何今の手。ちょ、ハンマー。木が817。ちょ、とりあえずできるだけ、この辺、敵から見えないようにだけしてれば、多分大丈夫じゃないこれ。あお！フォージドアイアン使っ、あ、ジョイ！ 10 個ぐらいあったら大丈夫か。お。よしよしよし。で、チェストを作る、フォージ、あ、あれ？ベッド作れなくないこれ。ベッド作るあれ、余裕ねえな。ちょっとベッド。待って。暗。この辺に、どこにしよう。一番奥。この辺でいいか。これ邪魔。これ何？化粧台？ほ。よいしょ。これ何？つかないライト壊して。よし。で、ここにチェストも置けて。とりあえずアイテム、この辺入れて。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。やばいな、撮影時間もかなり来ちゃってるな、これ。オッケー、とりあえずこれ持って、ベッドを作るために、あの、草を取りに行こう。よいしょ。草その辺に生えてるやつ。あー、ぐちょぐちょした。ほ。つい。確か20個。草20個必要なんで。
このぐらいあれば OK いける。ベッドロール、よし、帰ろう帰ろう。敵に見つかってないね、まだ大丈夫大丈夫。ほっ、てい、よし、とりあえずは安全でしょ。ここにいれば見つかることはないよね。暗いので松明を周りにつけて、ほい、松明の光に寄ってくるとかっていうねコメントがね、パート3全体のパート3ぐらいであったんですけど、それはどうなんだろうね、本当なんだろうか。まあ寄ってこないでしょ、特に外に光も漏れないでしょこれ多分。よし、こんな感じで、はい、ライトつけた。ここは、あ、ここちょっとこういうとこを強化しなきゃいけないよね、やはりカーテンとかいらんからここを強化して終わろうか今回。だいぶ長くなってきちゃったね、動画時間的にも。ほっ、木657個、こいつでちょっと強化して、あそこじゃない、あ、電話来た。そんなわけで、今回はね、まあ、先輩の家に、先輩に挨拶して、その後街を探して、この街を見つけました。あ、ちょっと見えるってここ本当に、あ、ちょっと、あ、見える、ちょっとこれ見えたらさ大丈夫？一応ブロック挟んでるから大丈夫か。ここの街を見つけたということだったんですけど、まあ、バイオーム的にもね、ほらなんか嫌なんだよね。やっぱりね、この緑色、この辺。だから先輩の家がやっぱりここだから、多分この辺は緑色のバイオームのはずなんですよね。ただ街がここにあるから、この辺に街があるってことはないとは思うんですけどね。まあ、ちょっと、ここにとりあえず拠点を置いて、撮影外で別の拠点を探そうかなと思います。うん、そんなわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。